富山県では4年ぶりに大相撲の巡業が行われます。夏巡業の黒部場所が12日に正式に発表されました。試合は8月25日に黒部市総合体育センターで行われます。この発表会には日本相撲協会巡業部の元小結である冬季の千田川親方が竹熊市長と共に出席しました。黒部場所は 市や団体で作る実行委員会が主催し、27年ぶりに開催されます。巡業を通じて、全国に黒部をアピールしたいと考えています。朝の山を含む横綱や大関の力士が出場し、写真撮影会や直接サインをもらえるなど、触れ合える機会がたくさんあります。巡業部の仙田川親方は、綺麗な大きい広い体育館で素晴らしいです。 と述べています。まだ、これからもっと上に行く必要がある力士なので、地元の方々に応援していただきたいです。と富山テレビは報じました。約半世紀ぶりの黒部巡業。てっぺん目指す朝の山にとっては、貴重な地元外線。幕内上位か、三役で二式を飾ってほしい。大相撲の黒部場所が8月に開催されることが正式に決まり。 日本相撲協会と富山県の黒部市が今月12日会見を行いました。この場所では朝の山をはじめとする約100人の幕内力士を間近で見ることができます。大相撲黒部場所はうなずき温泉開きゆ100周年を記念して黒部市が企画し、12日に開催に向けた契約が完了し、黒部市と日本相撲協会が 共同で会見を開きました。県内での巡業は4年ぶりで、黒部場所は8月25日に黒部市総合体育センターで開催され、朝の山をはじめとする約100人の幕内力士が参加予定です。場所では公開稽古や弓取り式、幕内の取り組みが見られ、力士とも間近に交流することができます。 日本相撲協会巡業部の千田川親方は、せいで見ていただきたいと思います。と話しています。黒部市民に優先的に配慮するは、区を設けることも検討しているそうです。以上、チューリップテレです。幕内力士は100人もいないのだが、重量含む関取でも100人いませんが、重量を合わせても、関取は100人もいないのでは、取引も合わせて、 工房も筆の誤り、数間違え、騒ぐにあらず、最低レベルの記事、元横綱で、大相撲の頂点を極めた武蔵川親方が、日本一を目指す高校生力士に直接指導を行いました。高岡高両高総合部に訪れた武蔵川親方は、技術や精神面においてアドバイスを送り、楽しく相撲を取れば上手くなる。 という気合を注入しました。部員たちは昨年の国体で、準優勝や2月の全国選抜高校相撲デザインに輝いた実績を持ち、5月の高校相撲金沢大会で優勝を目指します。武蔵川親方は全国とつながりを作るために、各地の学校を訪問しており、高岡校両高を訪れたのは2016年以来2回目で、 地元の知人を通じて実現しました。また、コロナ禍だ、外部の傾向を見るのは3年ぶりでしたが、10人の部員が汗を流す姿をじっと見つめる中、身振りや手振りで教える場面もありました。団体の大将を務めた平川ジェイキ選手に対しては、立ち合いで二歩目を大事にすれば流れが良くなる。とアドバイスを送ったとのことです。五十嵐匠首相は、 南西中学時代に中学横綱に輝き、おっつけの技術を教わった。キャプテンは憧れの存在から直接指導を受けることに緊張したが、元横綱からのアドバイスはほぼ正解であり、大切に生かしていくつもりだと語った。彼らは5月21日に開催される北国に新聞総監130年記念、 第107回高校相撲金沢大会に向けて、団体、個人ともに圧倒的な力を発揮し、優勝を目指す意気込みを示した。中村明監督は、井原師匠首相から受け継いだ貴重な技術が、彼らにとって大きな刺激になったと述べ、金沢大会での優勝に自信を持って臨むと語った。また、視察終了後に、 記者団の取材に応じた武蔵川親方は、元大関の十両朝の山について、気持ちがまだついてきていないようだが、力は十分だ。一つ一つ積み重ねていくしかない。自分の相撲を磨いていけばいい。と語った。幕内復帰を果たした春場所については、立ち合いが遅れていた。足の運びが重い。と振り返った。早く上で暴れてほしい。 と思っていた。大相撲の元大関で、ある巡業中に、発熱などの症状で離脱していた朝の山が、回復していることが分かった。11日、都内の部屋で、3人の幕下力士と20回取り、全勝した。前日の10日から稽古を再開し、体調は大丈夫です。風邪でした。巡業には、次から参加する予定です。 う話した。朝の山は、5日に愛知県稲沢市で行われた巡業中に体調が悪くなり、どうやに福井市に移動後、検温して38度の発熱があったことを感じた。翌6日には平熱に戻ったが、巡業部副部長の若松親方に促され、6日中に帰京した。新型コロナウイルスの抗原検査は陰性だった。朝の山は、 昨日も20番取りました。右目に少し跡が残っていますが、痛みも消えて問題ないです。と。万全の体調をアピールした。来週の神奈川、藤沢市で行われる春巡業に復帰する予定だ。危ない危ない。ちょっとしたことでコロナとか言われそうだから神経使うけど、今はそうでもないからほっとした。世間一般でもコロナじゃなくて実は、 旧聖院公園だったことが結構多いから気をつけることに越したことはない。5月場所は北の富士山の解説で、三役と朝のや間の取り組みが実現するのか、非常に楽しみであります。風を引くということは隙があるから、風の菌をも寄せ付けない強靭な身体で臨んでほしい。巡業も復帰できてよかったです。頑張れ朝の山。 来場所は存在感を示してほしい。藤沢で復帰、楽しみがあって、福井テレビによると、大相撲の春巡業が福井で開催されることとなりました。横綱、照ノ富士をはじめ、多くの人気力士たちが福井に集結する予定です。県内での開催は5年ぶりとのことで、会場では準備が着々と進められています。土俵の設置作業や、 観客席の記念座布団の設置などが行われ、5日には主催者や関係者らによる神事が行われました。達田川親方によると、新しい体育館で素晴らしい土俵が作られた。大相撲の巡業は各地域との交流の場であり、力士たちと一緒に写真を撮ったり、サインをもらったりして楽しんでほしい。また、 力士たちの大きさを身近で感じてほしい、とのことです。大相撲の巡業は、新型コロナの影響で中止されていましたが、去年8月から再開されました。県内での開催は、2018年に勝山市で行われて以来、5年ぶりとなります。福井で行われる相撲大会には、大昇竜、大栄翔、 おもね園など多くの人気力士が集まります。さらに、北陸勢の遠藤、朝の山も参加します。6日は、午前9時に会場して公開稽古があり、午後1時半からは、幕内力士や横綱が土俵に上がります。チケットは、当日も販売しています。福井テレで放送予定です。5日に、大相撲の春巡業が愛知県稲沢市で行われ、 関脇の宝昇竜が、連日の朝野や真市名で存在感をアピールしました。宝昇竜は、大関襟と初優勝を目指していることを口にしました。稽古後の取材では、次期大関候補として注目される逸材が揺るぎない決意を示しました。巡業では、一番多く軽視次の場所でも頑張りたい気持ちがある。しっかりと経意でいます。 と話しています。この日も、平幕の高安や十両の朝の山らと十一番取りをして、7勝4敗という結果を残しました。特に、元大関の朝の山を何度も指名し、ぶつかり系子でも朝の山に胸を出しました。他の力士がアピールしている中、わざわざ、遠くの、一中の人、を指さすほどの熱の入れようをお見せた、宝昇龍は、